ゴールキーパーは松山、ディフェンス最終ライン右から星、骨、岡本、札川、ダブルボランチ山口と木村、トップ下に花と、右に五稜、左に米沢、ワントップ鈴木を予想しています。ゴールキーパーは浜田、スリーバック高橋、大野、池谷、ダブルボランチ佐藤と加藤、右のウィングバックに船橋、左に杉井、シャドウの位置に音泉と三田、そしてワントップ森川を予想しています。大きく前線へ、風はほとんどありません。トップ下に入っている花と相手を背負いながら右の五稜へ、そして中に預けます。この位置に木村、そしてサイドを変えていく、札川のシュート、ポストの右、最初のシュートは札川敦樹、昨日26歳の誕生日を迎えています。背番号5番、次が早めのクロス、音泉足元を収める、ここは五稜がクリアしていきます。そしてこの位置に加藤、ミドルシュート、積極的にゴールを狙っていきました。そして戸根からこのボールを奪う、さあカウンターなるか、三打左利き、背面中に預ける、そして音泉に通る、シュートに行く、松山ファインセーブ、音泉の強烈なシュート、先ほどはニアサイドに回せてきました。さあもう一度、今度は高いボール、ファーサイド直接いった、決まった、先制は長野、キャプテンマーク17番の佐藤、今シーズン2ゴール目、見事な左足ボレーシュート決まりました。向こうサイドからのコーナーキック、競り合ったこぼれ球、浮いたボール直接合わせていきました。ラインの裏、鈴木を走らせるこぼれ球、米沢まだある、クリアしていく、一人選手が倒れている、ファーサイドヘディングシュート、押し込んだ、同点に追いつきました。ホームの鹿児島もコーナーキックから、28番戸根一誠、移籍後初ゴール、木村のコーナーキック、ファーサイド折り返したボール、ダイビングヘッドでゴールで飛び出しました。中に預ける、藤森から縦パスが入る、抜け出せるか、松山ファインセーブ、高久保の最後はシュート、足元でつなげ、シュートコースが見える、しかしここは打たせません。船橋ミドルシュート、ポストに当たった、もう一度近藤がその藤森に対して言葉をかけました。直接も狙える位置でもあります。直接来たか、頭でスラス、ミドルシュート、バーに弾かれた、このシュートも枠に嫌われました。圧倒的に攻勢にかかります、アウェーの中野、浜辺が左、そして竹が右にポジションを取っています。加藤のパス巻いてくる、足元つなげ、シュートに行く、ファーサイド、このシュートもポスト、再三枠に嫌われる長野のシュート、ボールをセットしたのは19番の杉井、
直接行った決まった長野勝ち越し代わって入った宮坂ファーストタッチがゴールネットを揺らしました。最後の最後で勝ち越しゴール、代わって入ったばかりの宮坂、そのファーストタッチが貴重な貴重な勝ち越しゴールを生み出しました。そして今笛を加えて、ここで試合終了の笛、1点を争う好ゲーム、最後は後半アディショナルタイム、代わって入った15番宮坂のフリーキックが決まって2対1アウェーの AC 長野パルセイロ、鹿児島で勝ち点3をもぎ取りました。